今回ですね、ホステルでフリーバーベキューディナーということで、6時半からということで、これから早速参加してもらいます。で、今ちょっとこっちなんですけども、ちょうど、はい、今こっちの方にあって、もうなんかすでにちょっと始まってるみたいで、まあバーベキューパーティーっていうか、はい、こういう感じでちょっとあるって感じで、まあもうそろそろですかね、うん、まあ、すでに具材とか、このソーセージとか、なんかニンニクとかね、なんかディップソースとか、揃ってます。これはちょっとね、以前なかったんですけども、最近、うん、ちょっとまあコーナーも収まってきたってこともあって、再開になりました。以前僕がホステルいた時、他のホステルいた時は結構あったんですよ、そういうのがね。まあね、やっと落ちてきてよかったなと思います。使っていきますね。まずね、このディップソースをつけて、スプリングリーム、スプリング。ソーセージ、ソーセージ、アンズ、これはオニオンかな、オニオンで、ソーセージなんですね、もうすでにできているんですけども、ちょっと後で多分これ追加される、多分こんな感じですね。で、こんな感じですけど、どうでしょう、伝わりますかね。早速ちょっといただきます。うん、うまいですね。うん、ソーセージも以前食べてたんじゃなくて、ちゃんとね、ハーブが入ってるやつで、これ、うん、悪くないですね。すりうまいです。うん、いや、こういうのがね、ホテルにないとね、あんま面白くないですよね。まだね、始まったばかりでそんな人いないんですけど、これからちょっとずつ人が増えていくかなって感じです。少し経つとわらわらと他のゲストがやっていきます。それは絶えますよね。やっぱりみんな若いから食べたがってます。バーベキューグリルを使ったみたいなんですけども、今回はなんか普通にフライパンで焼いたみたいで、これも一応でもツナ使えますね、うん、一応ガス管がつながってはいるんで、はい、オーストラリアのところはね、結構こういうバーベキュー使える設備とかも多いですね。こういうの食べるとね、美味しいですよ。以前、何回か動画でも説明したんですけど、公園とかだと、電気で使う電気グリルパンがあって、それで、ね、無料で、市民は使うことができます。ソーセージですね、ちゃんとね、ハーブ入っていいですね。以前、僕、ケアンでいた時にボランティアで、よくやってたんですよ、ソーセージ焼く係で。ソーセージはね、なんかいまいちだったけど、これは、それなりに物がいいって感じ。ちょっとね、このバーベキューソースも追加して、いや本当ね、オーストラリア来たらぜひともね、バーベキューというかね、ウインナーとかね、ソーセージね、焼くのがね、すごい一般的な感じです。あ、今回はね、こういう感じでやる感じです。もうちょっとここを最後にこれをいただこうかなと思います。いいですよね。ただ今回は一応パーティーではあるけど、割となんかみんなマイペースにっていうか、とりあえずフリームードがあるからって感じでやってる感じかなというふうに思います。でもそれでもね、普通にね、個人的にはいいかなと思います。割とね、オーストラリアはね、こういうとこ緩いところがあります。フリーディナーっていうことで、なんですけど、なんか割とみんな、なんか、うん、そんなにみんなで盛り上がって感じじゃなくて、とりあえず食べてなんか話すみたいな、その程度のあれだったんですけど、申し訳ないんですけど、今ちょっとね、あそこでみんながね、話し合ってますし、そっちでもね、ちょっとみんながね、何人か盛り上がってますね。まあ割とね、オーストラリアでね、こんな緩い感じでやっていますね。ということでね、今回フリーディナーですね、フリーバーベキューをちょっと紹介したんですけども、オーストラリアホステルは、いろんなところで、フリードリンクでお酒とか飲めたりとか、バーに行ってとか、そういうのがあるんですよ、必ずね。まあ、今ね、このコーナーもね、もう収束したんで、これからね、どんどんね、元に戻っていくとは思うんですけども、なので、皆さんもオーストラリア来てみたら、ぜひとも、うん、みんなと交流の意味も含めてね、試されてみてはいかがでしょうか。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画を見ていただければ嬉しいです。では、シークレットガーデンの今回のソーセージ、うまかったです。